は噂になった一時前事件の話ですね。今はどういうなんか男の人とか嫌な人とかいますか、やっぱお客さんで。いくらぐらいですか？1万5000円ぐらいですか？あのゾクンってくる感じがいいですね。なんか聞きます、はい、僕はバーンって行く。はい、始まりです。スピチューブやってまいりました。今日はね、中区のねホテル街にやってきました。というわけで、もうすぐねこの周りはちょっとね、昨日ちょっと事件にもなった場所もね近くにあったりするんですけど、まあ今日はそんな感じで行ってみようかなと思います。よろしくお願いします。おー、ボーリングのいや、違うんですね。これは？ああ、内側にベルギは噂になった一時前事件の話ですね。今日はここでお仕事ですか？
まあちょっと変な話ですけど、うん、今の岡山県の、まあ、こういう仕事の業界の地方っていう、あ、自分大阪なんですけど、大阪なんですか大阪行くかってことで、まあ、大阪から来て、はい、岡山はどういうなんか男の人とか嫌な人とかいますか、お客さんで。ビビる。あ、ビビなんですか。やっぱ大阪のね、やっぱ雰囲気がまあね、まあたまたま話してくれたってことでね。いくらぐらいですか。1万5000円ぐらいですか。2万。どれぐらいの月ですかね。変な話ですけど、あのゾクンってくる感じがいい、いいですね。皆さんなんか聞きます。僕も、はい、僕はバーンって行くんですけどね、まあ、バカかって話なんですけど、うん、何ですか、はい、あのチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ね、ああ、あれ友達です。前面なんですね。怖かったし、僕も。言っときます。普通に話そうかなと思ったんですけど、ありがとうございました。はい、というわけでね、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。はい、やっぱ華やかな感じですね。綺麗ですね、やっぱりね、ここから見たらね。はい、というわけでね、今日のスピーチューブは、夜の街シリーズホテル街ということで上げさせてもらいました。というわけで今日はこれで終わります。それではまた、バイバイ。クリアの目の前にアメリカザリガニが。結構いるね。多いですね。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。